おこえ巨人。314-20-3、霊魂 OPS。727、矢印これ。どう？オープン戦ちゃんとやりきったの久しぶりちゃうか？それだけでようやっとる崖っぷちなの理解したようやな。ただでもらえたしええやん。ちなバビップ、419。バビエバビバビでわろたわらわら。微妙やな。これじゃないかん。足速そうだけど盗塁とかせんの？走塁は速い。完成形が誰になるのか想像つかんわ。高校時代と今じゃ体格違いすぎて別人に見えるスピードよりパワータイプなんか？盗塁って文字通りモーション盗むセンスがいるから足速いだけじゃ成功しないんだよな。打率の割にはオップスが低いな。高打率低オップスだかバビップとか全力ネタ振りすぎるだろ。体で隠したのにアヘタンで草。好調でこの OPS はあかんすよ。なんであのガタイでアヘタンやねん。長打狙うとバットに当たらなくなるからしゃあない。危機感あるから手っ取り早い結果求めてアヘタンになってると思うで楽天の時もこんな感じの時あったし。OPS って有能な指標なんやね。打率高くても OPS 見るだけでうんちてわかるやん。勘違いせず瞬速高打スタイルになってくれ。楽天矢印巨人の遺跡って成功例多いからな。ゲンドラで拾ってこれくらいやれるならええやん。シーズン入ってどうなるか知らんが。オープン戦でちょろっと見ただけやけど、守備うまいイメージやったのになんか微妙で意外だった。特に内野への返球がひどかったけどあれはたまたまやったんやろうか。と願お声になってよかったよ。お声って楽天の時も昇格3試合くらいは活躍していけるやんみたいな雰囲気出すよな。そもそもキャンプオープン戦完走の時点ですごい。お声は怪我とか怠慢プレイしないならいい選手。